オラ、メアモアキズミ、トレセアニオス。スペイン語で自己紹介したのは中学1年生の西明澄さん。実は素晴らしい経歴の持ち主なんです。兄の影響で4歳からサッカーを始めた西さん。小学2年生ですでにスピードに乗ったドリブルを披露。この年に人生を変える出来事が。小学2年生の時にバルセロナのキャンプで MVP になったことです。熊本で開催された世界的チーム FC バルセロナのキャンプでおよそ300人の中から MVP を獲得。その得点でスペインに招待され、試合観戦やスペイン語の授業のほか、 FC バルセロナのトレーニングにも参加しました。現地では憧れの選手との出会いも。メッシ選手を見ることができて、実際生で見るのとテレビで見るのとはまた違うところがあったので、いい経験になったと思います。ボール持った瞬間とか、何するのかワクワクして集中してみました。実は日本代表の久保建英選手も同じ小学2年生の時にこのキャンプで MVP に選ばれ、その後 FC バルセロナへの入団を果たします。スターの背中を追いかけるようにバルセロナでの経験を生かし、めきめきと力をつけてきた西さん。小学4年生でロアッソ熊本アンダー12に合格。現在はロアッソジュニアユースに昇格し、レベルが高い環境の中で仲間と共に切磋琢磨の毎日です。ということで、西さんについて聞いてみました。いやー、もうドリブルがめちゃくちゃ上手くて、パスも正確だし、狭いところでしっかりあれボールを持てるところが上手かったです。みんなベタ褒めです。さらに監督も、本当に気が利く、攻守においてピッチの中でも気が利く選手で、ピッチ外のところでも、例えばこういう道具の準備だったり、片付け、そういったところはこう誰よりもこう気づいて行動できる、それがピッチの中で、体現できているのかなと。実力も人間性も完璧です。しかしここで我々はある情報を入手。結構なんかネタとかを言ってきます。どんなこと言ってくる？なんか布団が吹っ飛んだとかあれ休憩みたいな時になんか一人で言ってます。早速真相を確かめるため本人を直撃すると、ダジャレとか結構言って聞いたけど、いやあんまり言いませんでもね、結構ね、休憩中に言うって聞いた。そこは臨機応変というか、いただきます。練習が終わり、この日は少し遅めの夕食。何が一番好き？寿司。お母さんの手作りじゃないですなんか試合前とか必ず食べるものって決まってるんですか？カツ、トントンカツっていうのと、点を取りに行くで鶏肉とカツは食べるようにしてます、ね、サッカーに集中できるように家族も全力で応援しています。今月22日、中学生になって初めての公式戦。緊張で眠れていないと思いきや、ぐっすり眠れた。はい。何時に寝た？10時に寝て10時に起きました昨日の夜は何食べましたか？カツ飯に、手羽先食べました。ゴールは決めれそう？はい、いや決めれる。頑張ります。やばくねこれ
ゲームキャプテンに任命され迎えた初戦。得意のドリブルで攻め込む西さん。失点した時は声をかけて仲間を鼓舞します。で、極めつけはこのプレー。久保選手を彷彿とさせるノールックパス。ナイスアシストでチームを勝利に導きました。しかし本人の評価は、今日は自分何点かな、今日の試合は50点ぐらいで。50点。はい、まあ、前半は、まあ、結構良かったんですけど、後半になってなんかそういうハードワークができなかったり準備が遅い部分があったので、まあ、そういうところも含めてマイナス50点引きました。まあ、今日1アシストってところがつきましたけど、意外とかなり点数取んないんで、僕としてはこうもっと貪欲に点を狙いに行ってもいいんじゃないかなっていうところで。課題を克服しながら常に前を向いて、その姿勢は日頃の生活でも。5年前のスペイン遠征で言葉の壁を感じたという西さん。将来のために英語とスペイン語も習っています。最初はそういう英語とかそういうスペイン語が混ざったりしたけど、スペイン語はスペイン語でまだ理解できるようになってたので、まあ、そこはこれからも続けていきたい。そしてキッチンであるものを発見。違う、シャンパンかな。これが普通の方が可愛い。スペインに行った時にお土産に買ってきたんですけれども、いつかまたスペインに行くことになったら開けようねって言って取ってある感じです。はい、キズミ君、あの前に開ける時は来そうですか？そうなるように頑張ります。まあ、いつも送迎や、まあ、ご飯を作ってくれたりしてるので、まあ、いつもは言えないんで、まあ、こういうサッカーと、まあ、こういうプレーで恩返しできたらいいなと思います。まあ、天才と言われがちな、言われてきたかと思うんですけど、彼は多分努力してるんで、そういう努力できる才能があるのかなっていうところ。将来の夢のために努力の先に見据えるものとは。日本代表になって日本をワールドカップベスト8以上にするです。25歳か6歳でバルセロナでプレーしたいです。